I-45 から眺めたダウンタウンの高層ビル。ヒルトンアメリカズから眺めたダウンタウン。ウェルカムツーダウンタウンヒューストン、ダウンタウンヒューストンはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストン市最大の商業地区。アメリカ合衆国7位の大きさを誇り、高層ビルの密度はニューヨーク、シカゴに次3位となっている。ダウンタウンヒューストンにはいくつもの著名な企業の本社がある。 大規模な歩行者用トンネル、連絡通路がある。トンネル内には多数のレストランなどがある。ヒューストンは都心集中化が目立っている。野球、バスケットボール、ホッケーのチームの事務所はダウンタウンに移転してきた。2004年1月1日にバークラブなどが多数ある新メインストリートがオープンし、多数の人を呼び寄せた。コンチネンタルセンターアイコンチネンタル航空の 旧本社、ウェルズファーゴプラザ在ヒューストン日本国総領事館1960年代のダウンタウンヒューストンには中規模のオフィスビルが複数あるのみだったが、後にアメリカ有数のマテンへと成長した。1960年、ダウンタウンには1000万平方フィートのオフィススペースがあったが、1970年には1600万平方フィートに増加した。 1970年代から1980年代半ばにかけて現在ある高層ビルのほとんどが建設された。1980年代半ばまでの高層ビル建築ブームは石油経済の低迷により終焉を遂げた。2001年12月現在、この地区には4000万平方フィートのオフィススペースがある。この地区の代表的な高層ビルには JP モルガンチェスタワー、 ヒューストンセンター、ウェルズファーゴプラザ、ヘリテッジプラザなどがある。この地区にあるダウンタウンシアター地区はニューヨークに次いで劇場席の数が多い。他の都市と比べるとダウンタウンヒューストンには比較的少数のホテルしかない。これはこの地区が観光名所でないことが理由である。ありがとうございます。